滝の白井とは、泉鏡花の小説、技決キャンケツを原作とする、新破劇及び映画、テレビドラマ、オペラである。1956年までに、映画では6作品が制作された。女水芸人、滝の白井とは、旅座仲間の南京でバダの虎吉一座と、ことごとく対立していた。危機を救ってくれたのが、高岡で、乗り合い馬車の魚車として働く村越金屋だった。 そのことを忘れられない白糸は、ある夜、金沢を流れる浅野川に架か,かるうたつ橋で金谷と再会した。金谷が金のために学問を断念したことを知った白糸は、自分が仕送りをすることを約束し、金谷を支援する。金谷への仕送りはしばらく続くが、人気の低迷とともにそれも、ままならなくなり、また芸人仲間の若い連れを駆け落ちさせるなどして、南京でバダの恨みを買う。 白糸は一座のために氷菓子の岩淵から金を借りたが300円を持って帰るときに南京にそれを強奪される。岩淵と南京が来るであることを責めようと白糸が岩淵を訪れたところ誤って岩淵を刺し殺してしまう。白糸は弁学に励む金屋の元を訪れるが会えなく逮捕。賢治は学業を終えて初めて賢治席に立つ金屋であった。 高知省を訪れる金谷に白糸は正直に裁いて欲しいと懇願し、法廷で切々と真実の大切さを説く金谷の言葉に白糸は強行を自白し、舌を噛んで自殺する。その後を追うように金谷もピストルで斧が命を絶ったのであった。日活向島撮影所制作。日活配給。細山清松監督作品。同撮影所は日活審判と呼ばれ、 審波の常として、女性の配役は、立花定次郎らお山が演じた。本作の具体的な出演者名は不明である。本作は、1914年10月、細山清松監督の大ヒット作、カチューシャと1915年1月の続編、後のカチューシャのヒット直後の作品である。溝野口賢治監督作品、サイレント映画、88分、5つプリントが現存するが、 ラストシーンが欠落したものや、ラストシーンを含むものの欠落や傷が多いものなど、不完全なプリントしか残されていない。このため、フィルムセンターにより、欠落部分を補い、ラストシーンを修復した、デジタルリマスター版が作成されている。2007年に、餅ちづ系が、不随音楽を作曲、アイルシムフェスティバルアゴラの枠内で、ルーブル美術館をオーディトリウムで上演された。 このような昔の無声映画に、現代の作曲家が、新たに音楽をつける試みは、ここ十数年間毎年、ルーブル美術館で行われているが、日本映画としては、初の例である。牧野陶キー製作所製作、広瀬悟郎監督作品。大英製作、川口松太郎脚本、木村敬吾監督作品。大英製作、与田義方脚本、野口明監督作品。 白糸は自殺せず、結末は、金夜と結ばれる。大英製作、島孝治脚本、島孝治監督作品。白糸は、無罪となり、金夜と結ばれる。1973年、ネット系、女、その愛のシリーズ中の一作として、前後二編に分けて放送された。与田義方脚本、稲垣博監督、坂田光一音楽、東映京都製作。 2014年、高岡、金沢、東京で初演。千住明が作曲をし、廃人の真由ずまどかが台本を書き、演出家、曽川実が演出をした。ソプラノ歌手、中島明子が、滝の白井と役で、初めて、日本語オペラに出演した。2015年、金沢で再演。ありがとうございます。